ちは排他的経済水域です。笑ってはいけない狩野英孝ということで、皆さん狩野英孝さん知ってますか？ラーメン、つけ麺、僕イケメンの狩野英孝さんですよ。今なんか狩野英孝さんは癖強な歌とかゲーム実況おもろいとか、そういうイメージが強いと思うんですけども、やっぱ僕の中でね、狩野英孝はロンハーですね。初めて見たのは多分レッドシアターとか出てきた狩野英孝さん見たと思うんですけど、やっぱ僕の中ではね、やっぱロンハーのドッキリのイメージが強いっすね。ミステリアスアスアスへと繋がるガルガルガルは女の子のこ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 のギリクワガタガタガタ朝方見つけたよ。スマイルイルイルカは哺乳類イルイル一類スペコミアウト。はい、まあそんなことは置いといて、今回は狩野英孝さんのね、面白ゲーム実況シーンで笑ってはいけないやっていきたいと思います。あんだけロンハーのドッキリのイメージ強いとか言ってたくせに、今回は面白ゲーム実況のシーンを見ていきます。ということで早速やっていきましょう。レッツゴー。 3, 2, 1, YO! サンディエゴ OK! まずはこちら、エイコーゴー。伝説の思ってたのと違う狩野英孝のバイオハザード実況生配信。俺マジでバイオハザードわかんないんですけど、まあ問題ないでしょうと。バイオハザードわかんなくても狩野英孝さんなら関係なくおもろいやろうということで見ていきましょう。こういう鍵とかをいっぱい取らなきゃいけないんだね。でもちょっと待てよ。ひらめいちゃいました。僕の歩いてるこのクリスの下にレールありますよね。くぼみが2本。あれ鍵取った瞬間、インディージョーンズ的なこと起きるんじゃないですか。これ取った瞬間、このトゲトゲを持った鎧がこう来るでしょ。で、こう来て、僕ここにいますから、狙ってくるでしょ。これ取った瞬間、これがガコンと下がって、ウィーンって来るでしょ。どうしたらいいかっていうと、このくぼみだ。このくぼみに隠れるんだ。鍵取りました、よっしゃーん。で、ガッチャン。ウィーン来るからこっちに隠れる。リハーサル完了。紋章を奪う者に死の喜びを。殺してみな。ほらガッチャン来た。ほら来た、ほら来た、ほら来た。ほら、で、え？すごいなこの人、ほんまに期待裏切らんね。これはすごいわ、これすごいことですよマジで。いや綺麗な思ってたんとちゃうやな。ほらガッチャン来た。ほら来た、ほら来た、ほら来た。ほら、で、え？思ってたのと違う。待って、思ってたのと違う。ちょっと待って、俺ここに入りたかった。ちょっと思ってたのと違う。ちょっと待って、ちょっと思ってたのと違う。ちょっと待って、ちょっと待って、どうしたらいい。ちょっと待って思ってたのと違う。ちょっと待って。こんなん天才やん。これいいな、すごいな、王道のお笑いだわ。なんかちょっと上からの言い方かもしれないですけど、なんかテレビとかだとちょっとまあ滑り笑いみたいな、王道かと言われると若干邪道に近いような笑いを生み出してたこの狩野英孝さんが、自分のチャンネルの実況だと綺麗な王道な、しかも大爆笑をかっさらえる、誰が見ても笑えるようなね、そういうお笑いができてるっていうのはやっぱりね、すごいことですね。やっぱ向き不向きがありますから、まあ狩野英孝さんは正直絶対 YouTube の方が向いてたって感じっすね。ちょっと上からで申し訳ないですけど。おい、めっちゃあるぞ。おい、めっちゃあるぞ。おい、めっちゃあるぞ。え、めっちゃある。あ、じゃあ順番に入れ替えてるだけだわ。完璧ですな。完璧ですわ。すごいわこれ。やっぱ気づくタイミングとかもいいよね。ちょっと皆さん、揺れてる斧、これ揺れてる。切る気だろ。ほら、もう持ってる手パンパンじゃん。もう重すぎて、もうけ、ちょっと手震えてんもん。打つか、やられる前にやる。じゃあな。つえもう何この一人劇場。あクリス。ジル。クリス、ウェスカーが。知ってる。待ってろ、必ず必ず助けるから。うわ、ジルがいました。ジル絶対助けるから。うわすっげえ、バイオハザード1クリアした。クリアとは思えんかったな今。まあ、クリアなんでしょうかね、わかんないですけど。はい、でもすごい爽快感あります。クリス、ごめんなさい。私、レベッカ、君はよくやった。今回の事件が異常だったんだ、あまりにもな。ジルは？ジ
ルが助かってないんかこれ。いや、あの爆発でジル死んだってことっすか。確かにレベッカって言ってましたもんね、最後女の人のこと。ジルではなかったっすもんね。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ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 。ワン、ツー。どういうことなん。いや、ほんま振りが綺麗ですわ。滑らかな振り、滑らかな振りだからね、もう綺麗に切れるんですよ。ゾロがミスターワンと戦ってる時に追い込まれて強くなって、獅子孫孫でミスターワンを倒した時、あれと同じ感覚ですね。ちょっとよくわかんないっす。デッドバイデイライト、カノエコ、面白シーン。どうした。あ、うわ最悪、この人バグでハマってる。ここの岩バグで動けなくなるんすよ。うん、かわいそう。ちょっと待って、大丈夫かこれね、バグでね、ここでね、ハマっちゃうんですよ。僕も、うわ、最悪。この分かってるのにおもろいっていう芸当はなかなかね、やりたくてもできないですからね。すごいですわ、さすがです。うわ、最悪。おい、何かして、これね、バグでね、ここでね、ハマっちゃうんですよ。僕も、うわ、最悪。おい、嘘だろ。嘘だろ。最悪ハマっちゃいました。これダブルでハマることあんの。3、2、1、よー、股関節 OK ということで、笑ってはいけない狩野英孝さんの面白ゲーム実況でした。いや、これは愛されるし、ずっと見てられますわ。こう毎度毎度ありえんくらいの天然かまされるとね、ついつい見たくなっちゃいますよね。いつ天然起こるんやろうみたいな感じで、いや、すごいわ。ということで、この動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。それではまた次回の笑ってはいけないでお会いしましょう。さよなら。ここにこりゃんせ、首切り同時、悪いことすりゃそなたの尿道ちょん切るぞ。ねえ、この噂知ってる？ある言葉を口に出して言うと死んでしまうっていう呪いの言葉があるんだって。何それ、変な噂。その言葉っていうのがね、本当に人が死んでるんだよ。分かってる。それでも俺はこの事件の真相を追わないといけないんだ。いやお前さんたち知っているんかね。そうか、この事件はあいつから始まったのか。お前らみんなに殺されろ。じゃあ私の子宮は4つあるってこと。パワーってなーに。いやジュゴン、死の言葉。前売り券を買うとバナナがもらえる。